セキュリティもバッチリで入館する際にはこちらのキーが必要になります。早速中へ入ってみます。何か困ったことがあれば明朝さんがこちらにいますのでいつでも相談できます。一部屋一部屋に鍵がついているので寮生活でもプライベートはしっかりと守れます。こちらがお部屋になります。広さは 6.3 畳です。ベッド、机、冷蔵庫、エアコンなどここにあるものは全て最初から備え付けです。バルコニーもあるので洗濯物も干すことができます。続いては共同施設をご紹介します。まずは洗面所です。大きな鏡がある綺麗な洗面所に奥へ行くとシャワールームが2つとトイレがあります。そしてこちらには共同使用の洗濯機、乾燥機もあります。もちろん全て24時間使用可能です。続いては大浴場です。入浴可能時間は18時から23時までになっています。大きくていつも清潔なお風呂は学生にも人気です。最大40名も座れる広い食堂です。トースターや電子レンジも完備しています。食堂内には自分で簡単な料理ができるスペースもあります。以上いかがでしたか。寮は食事やセキュリティの面も充実しているので初めての一人暮らしでも安心です。また学生同士の共同生活では学校生活の不安や悩みを相談できるほか、たくさんの人とコミュニケーションを取ることができるので様々な発見がありますよ。気になった方は早速学生寮アパートガイド5ページにあります学生寮一覧をチェックしてみましょう。オープンキャンパスでの学生寮見学もお待ちしています。